金子でございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょ、焼いとはたっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、焼いとはたっていうことでね、気まぐれクック初登場のお魚でございます。一見クエそっくりだなと思うんですけど、クエではございません。こちらの焼いとはた、はたの中でも比較的大型になる種類なんですって。発見されてるのだと、全長2m34cm、重さ 150kg ぐらいの焼いとはたも発見されてるんですって。でこの魚、時期とクオリティによってはクエよりも美味しいと言われているお魚なんですよ。今日一匹丸ごと買っちゃいました。こちら重さがね、10キロ弱ですかね。お手頃サイズを買ってきました。そしたら今日はこちらの焼いとはたを使ってお鍋を作っていきたいと思います。もう冬も終わって春です。春に食べる鍋もいいじゃないですか。そしたらこちら、まだお腹が入ってます。で、お腹が膨らんでる状態で、まずすき引きをしましょう。今日はすき引きでいきます。そしたらすき引きにするときに、このヒレが邪魔なので、ヒレ取っちゃいましょうか。よっと。かてー。よし、そしたら引いていきます。すき引きはね、柳包丁があるととっても便利ですよ。尻尾の方から大きく大きく動かしていきます。こうすき引きってほんとめちゃめちゃ気持ちいいの。皆さんもね、こういう大きなハタとか、あとね、マダイとかかな。マダイとかこう、カンパチとか、そういう魚をさばく機会がありましたら、ぜひすき引きチャレンジしてみてほしい。難しそうに見えるんですけどね、意外とね、コツさえつかめば簡単なんですよ。すっげえ気持ちいいんですよ。ずーっと。あ、でもこの魚はすき引きしやすい魚。逆にこれ、鱗かきじゃ、まあ、なかなか取れんと思いますね。鱗がすっごい強く、深く入ってますね。こんな鱗してます。すごいです、これ。もうすき引きされるために生まれてきた魚って感じですね。よし、どん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 すき引きしていきます。お腹の方ですね。このお腹の方が難しいんですよね。難しいんですけど、今日すごく調子いいです。あー、やっぱちょっとお腹の方難しいですね。こうね、白い皮が薄いんですよ。なんでちょっと剥がれちゃいますね。うわ、でもこれすごいな。もうなんか皮肌ちょっと剥げちゃったんですけど、このちょっと剥げたところからでもわかる。この油の質、この油の量のネタバレ食らってますね、完全に。はい、こっち側綺麗に取れました。そしたら反転させて、反対側も一緒ですね。まずはヒレを落とします。そしたら尻尾の方からギコギコギコと。ヒレが邪魔で取りにくい場合は背びれもちょきちょきちょきとハサミで切った方がいいですね。慣れてくるとね、こうやって背びれをどかしつつ、こうやってきれいに取れるんですけどね。僕も動画投稿を始めた頃はすき引きなんかまるでできなかったですからね。やっていくうちに、だん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 できるようになってきましたね。にしてもこの魚はものすごくすき引きしやすいな。失敗が全然ない。はい、OK。そしたらこちらお腹を割っていきます。さあ、お腹は何が入ってるかな？内臓脂肪ガッチガチでお願いしたい。きたー！これよ！すげー！はい、もうこれはね、美味しいのが確定されました。もう約束されましたね。はい、出てきました。じゃん、内臓脂肪ですね。全部内臓脂肪。BMI かなり高めですね。健康診断行ったら間違いなく即入院レベルですね。内臓脂肪もすげえんですけど、こう肝もね、こうすごく脂がある。そしたら釜上から頭を落としちゃいましょうか。あてー、関節ここか。よし、関節いった。関節入っちまえばこっちのもんよ。はい、こんな感じですね。そしたら血わた、ここに膜があって、この膜の下に血わたがついてます。あ、でもだいぶ血抜きでやってくれてありますね。ほぼないです。すごいな。ちょっとゴシ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 と洗っていきます。で、洗うと同時にこういう膜ですね、膜も取っていきます。
綺麗に綺麗にお掃除していきましょう。これはうまそうな魚だよ。結構ねお値段もしたんですけど、これはお値段以上の魚だわ。買いたいですって言って買えるようなお魚じゃないんですよね。もうこういうクオリティのいい魚っていうのはもう全国で取り合いなんでね、こういう魚が買えるってことはね本当にありがてえ。売ってくださるお魚屋さんにも本当に感謝です。よし、そしたら水洗いしましたら、ちょっと立てて水気を切っておきます。はい、ではある程度水が切れましたら、ペーパーで綺麗に綺麗に拭いていきます。で、お腹も綺麗に拭き拭きと。そしたらお腹の中にペーパーを詰めていきます。パンパンに詰めていきます。こんな感じですね。そしたら今日はこちらグリーンパーチ使っていきましょう。いつもキッチンペーパーで巻くんですけど、グリーンパーチの方がね匂いが出ないというか、なんか仕上がりがいいんですよね。はい、こういう形ですね。そしたらラップでぐるぐる巻きの径ですね。これ買ったんですよ、このラップ巻き機。これめちゃくちゃ便利で、これここにね熱線が入ってて、こうラップがこう切れるんですよ、シャキって。でこの中にラップのロールが入ってるんですよね。でラップのロールもかなりでかいんで、よっぽどのことがない限りラップ切れになんないんですよ。これめちゃくちゃいい、もう最高に重宝します。特にこういう熟成させる時とか、こうやってこういけるんですよ、ぐる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 って。普通のサランラップじゃねこんなことできないですから。でここまで切ったらジャキッと切ると。でここもあったかいんですよ。なんでここあったかいかというと、こうジュッと置いてラップとラップをくっつけるためですね。これはねいい買い物したな。こんな感じですね。でこれをさらに袋に入れると。袋に入れたらこれ縛ってこんな感じ。そしたら製氷機開けて氷をクーラーボックスに入れます。で氷が入ったらそこによいしょ焼いてもらった。でさらにここに氷をかぶせて、まあ、3日4日ぐらい寝かせたいと思います。そしたら3日4日後に移動。はい、そうしましたら大体あれから1週間ほど経過しました。結構寝かしましたね。でもね身はカチカチです。水漏れもなくバッチリですね。うん、匂いも全然臭くない、腐敗はしてません。あーめっちゃ全然いい。ちなみにすみません、ちょっと酔っ払ってます。僕はお酒飲んで割と魚さばくこと多いんですけど、酔っ払った状態で包丁を使うのはとても危険ですのでね、皆さんは真似しないように。ではさばいていきます。下に1本。うわーすごい、脂がすごいなこれ。ほらもう毎回これ同じこと言ってるんですけど、本当に言いたくなっちゃうんですよね。ここまで脂が乗ってる魚って。ここに縁側がついてますんで、縁側ギリギリ残す感じでね。縁側っていうのはねものすごく美味しい部位なんですよ。縁側って聞くとだいたいヒラメとかあとカレイとかそういう魚イメージしますけど、どの魚にもこういう縁側ってついてますんでね、その縁側を残しつつおろしていきます。おっと、はい、オッケー、パカッと。うん、いい感じですね。すごいもっちりしてます。ちょうどいい感じかな。刺身で食べるにはちょっと柔らかいかなって感じですね。で、こういう脂の強い魚はこうやってタオルで押さえながらこう入れてって、脂がついたらこのタオルで拭くと。そうすると手返しがすごく早いですね。よっと反転させて腹骨を割っちゃう。はい、こんな感じ。そうしましたら釜落としちゃいましょうか。釜が落ちましたら腹骨をすいていきます。あ、結構腹骨深いな、もったいね。すごい脂、お腹周りやば、これすごいな、これこの刺しの入り方。そしたらここ中骨を取っちゃいます。まあ、血合い骨ですね。こちら側にも包丁を入れて、おっと、はい、こういう感じでおぶしとめぶし、背中と腹ですね、分かれました。そしたら今日はお鍋なのでお鍋用にカットしていきます。こういう風にブツ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 と切っていけばお鍋用になるんですけど、ちょっとかっこよく切りたいなって思う方はまっすぐじゃなくて包丁をちょっと斜めにして、僕はこの尻尾の方から切っていきます。尻尾の方から一人前サイズにこうやって切っていきます。身を切って皮まで到達したら包丁を立てて切っていくと、一切れ
身を切って皮まで到達したら包丁を立ててスッと切ると、こんな感じで、まあ、大体このぐらいのサイズ感がいいですね。鍋だったらこんな感じですね。お腹の方も一緒、尻尾の方はかなり角度をつけて切り口を大きめに見せます。ここまで入れます。そしたら立てて落とすと、こうですね。身が分厚くなっていくにつれてちょっと立ててあげると、でまたお腹の方になると薄くなりますので、ブツブツと、こんな感じでいいでしょう。じゃあお野菜やっていきますか。で今日はね、メインはヤイトハタっていう動画なんですけど、実は今日の動画隠れ主役おります。それがこちら、セリですね。このセリっていうお野菜めちゃくちゃうまいんですよ。僕もつい最近この野菜の存在知ったんですけど、めちゃうまい。お子さんはちょっと苦手な人おると思うんですけど、大人な感じのね、なんだろうな、爽やかな苦味というか、シャキシャキ感もあってね、めちゃくちゃうまいです。おひたしとかにしても最高です。今日はこちらをたくさん鍋に入れたいなと思います。そしたらまずこちら、根っこがついてますんで根っこ切っちゃいましょう。セリの根っこ、根ゼリはですね、これはまたね、うまいんですけど、本当はもっとね、根っここのぐらい長いんですよ。でも今回はね、株しかついてませんので、ちょっと株のところは切っちゃいましょう。この株のとこもうまいんですけど、どうしてもね、泥が取りきれないんですよね。処理が難しいということでね、ちょっと今回は、根っこのところは使わずに、この葉っぱと茎、ここ使いましょう。ザク、ザクと。もうこんなんでいいです。でちょっとセリ多くねって思うじゃないですか。このぐらいでいいんですよ。これ半分ぐらいの傘になりますんでね。そしたら次はこちら、えのきですね。今日は茶えのき用意しました。で、僕の大好きなこちら、大黒しめじですね。これもありましたんで買ってきました。これうまいんすよね、この大黒しめじっていうキノコ。石突きをちょっと切って、半分。これでいいです。こいつはね、あんまり小さく切らない方がいいですね。大きいままでこのプリプリの歯ごたえを楽しみたい。白菜も欲しいですよね。白菜も真ん中の甘いところ使いましょうか。半分。これでいいでしょう。ネギは大きめに斜めにカット。白いところを使いましょう。こんなもんで。で、ネギも盛り付けたら、はい、こちら野菜の仕込みの完成ですね。そしたらスープを作っていきましょう。で、今日はヤイトハタとセリをたっぷりのポン酢にくぐらせていただきたいので、いらん味付けはしません。使うものこちら、昆布。昆布を軽く濡れペーパーでふきふきと。で、こういう表面にこうやって白い異物がついている場合がありますのでね、こういうのも手でカリカリと取って、軽く昆布の表面の汚れを取っていきます。よし、OK。そしたら昆布を適当な大きさに切って、チョキチョキと。で、今日はこうやって切れ込みを入れましょうか。こうやって切れ込みを入れた方が、より出汁が出やすいみたいですね。チョキ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 と。で、これで冷蔵庫で1時間ほど戻します。はい、では昆布が戻りましたら、お鍋に戻し汁ごと昆布を入れます。あ、確かにね、切れ込み入れた方が、出汁が濃い気がするわ。で、ゆっくりと加熱して、昆布の旨味をしっかり出していきます。はい、ではでは、いい感じに昆布の出汁が取れましたので、昆布を取り出していきます。で、もこもこもこっとアクが出てきたら取っちゃいます。この中に昆布のぬめりもかなり入ってますのでね、一度沸かして浮いてきた昆布のぬめりと汚れをしっかり取っていく。そうすることによって綺麗な昆布出汁が引けますよと。そしたらここにお酒、ちょこっと。で、みりんも少し。で、お醤油でちょっと香り付け。はい、これで美味しい美味しい鍋スープ完成ですね。で、ここに白菜、キノコ類も入れていきます。大黒しめじに茶えのき。やばいな、いっぱいになってきちゃうな。いつもね、欲張って入れちゃうと入らなくなってきちゃうんですよね。本日の脇役なんだけど主役のセリですね。よいしょ。葉っぱのところとこの茎のところ、ここもうまいんですよね。しっかりと入れていく。これパンパンなんですけど、火が入ると半分になりますんでね。もうぎゅうぎゅう詰めに入れちゃいます。そしたらここにヤイトハタ入れていきます。で、お豆腐もあったんで、お豆腐もちょっと入れていきますね。はい、これで蓋をして、火が通ったら完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。
まだグツ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 してますわ。お、焼いとはたにもしっかりと火が入ってますね。このプリンプリン具合。そしたらポン酢をたっぷりお皿に入れて、焼いとはたからいただきます。うわ、マジでこれ、これはもうスイーツですわ。魚料理ではない。ちょっとオーバーに表現しましたけど、そのぐらい身が甘え、油がうますぎる。うまー。でね、身質がとても柔らかい、繊維が細いと言いますか。でこの皮のところ、ここがうまい。うまー。3切れじゃ足りんかったな。じゃあ次こちら、セリ、これをポン酢にたっぷりつけていただきます。たまんねー。この爽やかな風味とほのかな苦味、これがうまいんですよね。ポン酢とよく合う。うまっ。この年になってこういうお野菜うまいなと思うようになりましたけど、多分子供の頃にこのお鍋が出てきたら、おかんにめちゃめちゃ文句言うと思います。なんでこんなの入れたのって、入れないでよって。そのぐらいお子さんは苦手な味かな。でも大人にはたまらない。これ味例えるならね、まあ、クレソンみたいな感じ。クレソンの辛みが少ない感じ。もっとわかりやすい野菜で言うと、まあ、一番近いのは春菊かな。春菊が苦手な方は苦手かもしれません、大人の方でも。はい、ということで今日はこちらの焼いとはたのお鍋ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ、もうこれしかない、これ一択です。この食べ物に銀色以外何が合うんすか。はい、こちら7対3ですね。いただきます。あー、うめえ。そりゃうまいわな。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は焼いとはたを使ってお鍋を作ってみましたけども、本当に美味しかった。もうね、マジで最高でしたね。確かにあれはクオリティ低めのクエを食べるんだったら、確実にあの焼いとはたを食べた方がうまい。でも俺クエよりちょっと好きかもなっていう感じでしたね。もちろんクエの味も最高にうまいんですけど、今日の焼いとはた身質がとても良かった。また売ってましたらね、動画外でも買いたいなって思った魚でしたね。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。